TC 楽器ではエレキギターの買い取りを許可しております。宅配買い取りをご利用のお客様は無料コンポセットもございますのでお気軽にお問い合わせください。はい、お会いしましょう。お会いしましょう。はい、だからそれを見越してね、あのがっつり行きたい人はもう準備してもらっていいね、はい、今からそうですね、練ってもらって、うん、それでも1週間でやったやつがねじ込んでくるからね。そうですそうですそうです。もう分かんないですよ、途中で壊れちゃったやつがねじ込んでくるかもしれない。こんにちは、エレキギター担当二平です。こんにちは、しわです。はい、ということでこの前結果が発表されました第4回改造ギターコンテスト。はいはいはい、もう大盛り上がりでございますよ。本当に大反響で、大反響ですね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。受賞者の皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。ご応募していただいた皆さんとかね、一緒に盛り上がってくださった方もありがとうございます。ありがとうございます。大盛況に終わりましたと言いたいがまだ終わってない。そうなんですよ。まだ展示してますか。まだ展示してます。ギリ、はい、12月いっぱいはずっと展示しているので、うん、もういよいよだけどね。そうですね。この前の結果発表の時の動画で、うん、紹介だけしたね。そうですね、紹介だけとか、あの各協賛者さんでねコメントいただいて、はい、動画、まあ、見ていただけてるかなと思うんですけども、はい、せっかくなんで受賞作品を全て弾いてみようという感じで、うん、おお、今回も弾くわけですね。はい、僕らがですか。はい、では基本的には全部千葉さんに、あ、僕ですか。はい、弾いてもらう。僕らどころか僕ですか。そうですね。まあでもどんな音するんだろうっていろんな作品に対して皆さん思ってらっしゃると思うんで、はい、まあ弾いてみたいですよね。そうですね、俺も弾いてみたいギターいっぱいある、うん、音聞いてみたいっすよ、ね、で今日まで俺ほとんど弾いてないよ。予告の時に畳は弾いた、はい、はい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 、この前ショートで上がったけど、そうですね、それだけ。もうここで素直な感想を出したいから、はい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 、僕のデスクの隣がさ改造ギターコーナーで今展示してますけど、はい、一切触らずに今日まで過ごしてきました、うん、はい、いよいよ音出しをしていこうかな。ありがとうございます。はい、楽しみです、はい、では、はい、こちらですね、1本目。はい、1本目、うん、森平楽器賞を受賞されました、はい、イマジノス様の作品ですね。ジャズベから作ったジャズマスター、はい、ジャズベから作ったそうですね。ジャズベのボディなんでね、ボディ自体はジャズベですね、うん、はい、それを加工してジャズマス風にして仕上げたという、はいはい、面白いね。まあクラシックなね、これジャズマスターで、はい、ジャズに使うことを想定されてたっていうのを踏まえてのこのテールケースが ね、はい、いい感じですね。ヘッドはなんかファイヤーバードみたいなさですね、もうクッって感じは、そう、クンってなってるんですよね、ここはね。ヘッドも多分削ってますね。で、なんかこのオリジナルロゴもギブソン風になってて、はい、なかなかいろんな要素が入ってて、うん、かわいらしい。まあソープバー2発なんで、ね、そうですね、シンプルにデザインを構築したって感じなんで、ね、変なスペックではないからね。そうですね、うん、まあでもテールピースがこれってのはね、どんな音になったの、うん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 、リアからいきますか。お願いします。あ、こういう感じか。結構キレあるというか。そうですね、中央マチックだから。ああ、だからですかね。あんまりジャンキーじゃないよ。はい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 、はい、ちょっと地に足ついたもん。まあフロントいいじゃないですか。あの、私普段ジャズマスターを使うことが多いんですが、そうですね、抱えた感じはそういう感じ、はい、オフセットコンターっぽい感じの、うん、だね。変えた感じはね、こうやってこう自然に持てる。ああ、はいはいはい、バランスも結構いい感じですね、うん、いいっすね、うんうん、ソープバーなんですけど、そこまで柔らかかったり太かったりというか、もうシングルのバンっていう感じが出ますよ。確かに。まあでもグッドデザイン賞って感じじゃないですか。そうですね。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。続きまして、はい、英邦賞を受賞されました谷村直樹様の作品、イタリアの最高傑作3号イタリアンブルーという作品ですね、うん、いい色です。いい色です。エフェ帽子を取ったということは、そうです、これですな、はい、エレクター内蔵ですと、はい、何が言ってんだっけ。入ってるのはディーゼルの VH4 とボスの TR2、ね、トレモロですね。トレモロ、どうやって音出すのこれ。
物に行きがち。まあでも TR2 なんで。そうですね。普通の取れ物もね。あ、なりますね。クリーンにもかけられるでしょ。はい。練習しなきゃダメだ。そうですね、うん、どれがどのつまみなのか俺も分かってないまあでも、はい、歪みが入っているという時点でまあ便利よね。そうですね。ギター一本背負ってってさ、はい、ジャズコしかないです、はい、あ、じゃあこれなんとかしますみたいな、できますね。もうディーゼルのトーンが好きだったらもう OK だよね。そうですね。まあエフェクター内蔵ギターってのはいろいろありますけども、はい、なかなかこういうこうしっかりつまみいっぱいのディストーション入れるってのはないよねないですないです、うん、簡略化されてたりとか結構ありますけど、ね、ブーストとか、はい、ワンノブでディストーションとか、うん、ファズコンプはあるよ。なんかこういっぱいつまみついてるタイプの、そうですね、プリアンプ的なディストーションを入れるってのはなかなかね、なかなかないと思います。しかもこの TR2 まで入っちゃってるんで、はい、ノブもボスでいいですよね。うん、そうノブもねそのまんまなのよ、はい、どっちもノブそのまんまなんで、まあ改造ギターにおいてのエフェクター内蔵としては非常にね、はい、グッドというか、そうですね、あるべき存在そうですね、はい、エフェボー賞は必ずね、ですね、エフェクター内蔵が内蔵とか外付けで付けてあるからね、はい、エフェクター勢力の方々もね、そうですね、あの改造ギターこういう枠ありますのでね、はい、こういう面白い作品が出てきてくれて、はい、ありがたいですね。そうですね、面白い、面白い、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして、はい、こちらですね、アキマ&ネオス賞を受賞されましたジョニー ACDC バッド様の作品、はい、レッドスペシャルゾウさん、メイさんですね。はい、メイさんです。メイさんですね。メイさん風に仕上げられた、うん、レッドスペシャル風のゾウさんというねこれはもう誰が見たってわかるよね。そうですね、うん、面白い。セルまでちゃんと巻いてっていうのでね、アキマさんもコメントしてらっしゃいましたけども、ゾウさんだけどもトレモロになってると。そうです。なかなか努力がね、よーやってますよね。ピックアップもそれ風でね、はい、まあまあいかにもな。そうですね、うん、はい、お、あ、結構いいね、いいですね、いいね、なんかすごいジャンキーだよ。はい、ゾウさんでアーミングできるっていうのが新鮮だな。こんな音しないよね。なんかいいね、ファンにはたまんないんじゃないですか。もう見た目はルックス最高ですよ ね。結構手作り感ね満載でね、はい、こういう、まあ、TC 掛けの改造ギターコンテストにはもってこいな、こいです、ね、こう愛で押し切ってる感じが、そうですね、いいですね。誰がどう見てもこう分かる、はい、裏目だと分かる。そうですね、でこんなゾウさんじゃねえじゃんとは言わせないゾウさんの形を完全に保っているという、はい、グッドです。愛を感じますね、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして、はい、こちらですね、新井貿易賞を受賞されました和吉様の作品 SB605、はい、ベースです。ヤマハの改造だよね。そうですね、語源になってるというね。そうなんです、もともと4弦だったものを結構強引にパッと見分かんないもんね。そうなんですよね、パッと見こう 見せられても分かんないじゃん、はい、こうウィルキンソンのブリッジになっててヘッドを見るとペグは4つなんですがここにね、はい、いるのよ。これなかなか表さずじゃないですかこれすごいですよね、そこに付けようっていう考えよく考えますよね。なので結果弦がはい5本だと。2弦がね省略されてるというか、あのペグがちっちゃくなってるのかな、うんうん、まあ、こっちにもなんか やれるっぽいんだけど、はい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 、ちょっと硬くてチューニングが上げきれなかったんで、ちょっとこれに合わせて低くしてます今。
おお、こういう感じなんだね。ああ、どうですか。いや、弦ピッチがさ、はい、特殊よ。うんうん、なんかあのベース6でもなければ5弦ベースでもないし、あちょっと俺ベーシストじゃねえからさ、はい、分かんないけど、でも、おお面白い。そうですか。PP か。はい、PP ですね。なるほど。でも欲しい音があれば、この語源で狙いたい音ってあるんじゃないかな。はい、このコンペのラインとかもね、はいはいはい、こうハケで塗ったような、いいですね、その感じが。なんかこう DIY というか手作り感がね、そうですね、あるボディモンの塗装もね、ペタッと塗ったので、はい、可愛らしい作品じゃないですか。なかなか語源とパッと見分からないっていうのがポイントかもしれないですね。そうですね、うん、面白いですね。思いつかないですよね、これは誰も思いつかないです ね, ね。このまま行こうとは思わないですよ。4弦のベースに語源貼ってやろうさあどうしようって、これはなかなかそう、うん、発想がやっぱりね、改造ギターコンテストの向きの、はい、グッドなですアイデアだと思いますよ。製品ではなかなか出せないですからね。ないですね。なかなかないじゃないですか。そうです、うん、こうペグね、ここつけたくなっちゃうけどね、ここにね、はい、それあえてこのパッと見普通でいくっていうのもまたこだわりが見られる部分かなと思いますね。はい、ベースもね、ちゃんとこうやって入ってくるんでね。そうです、はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、続きましてこちらですね、はい、強烈&ダダリオ賞を受賞されました、うん、高野のミル様の作品ジャグラーバージョン KC、はい、ね、バージョン強烈コーポレーションそれで強烈さんは感じたものがあった。あ、そうです、そうですけど、強烈コーポレーションの KC にもかかってる、まあ偶然だけどね、偶然ねで元がセルダってことで、はい、そうなんですよ、強烈さんだからね、はい、まあ、そこで多藤野田さんもね、はい、これだとビビッと感じたものがあったんですそう、だからね、カートファンだからとかではなく、はい、もういろんなところでこう強烈さんを手繰り寄せた作品です作品ですね、はいはい、はい、いや、まあ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 、でもやっぱ僕はこういうの好きですよ。はい、僕も好きなんならフェンダーで出てそうな感じ、ジャンル的にはね、パラレルユニバースとして出てそう、ね、パラレルユニバってるよね、はいまあ、ね、FT を使って右用の、うん、なんでまあそこは何、地味編っぽいっちゃ地味編っぽいのか。そうですね、うん、ここにね、ジャガーの、はいはいはい、ここはジャガーと言うべきなんでしょうね、ジャズマスターじゃなくて、ね、そうですね、カートだからね、はい、カードですからね、うん、カードだからジャガーのテールピース、はい、で、ツーハムになってるよと、うん、これちゃんとあれですかね、ジマジョっぽいですね、っぽい見た目しますもんね、うん、という、まあ、バージョン KC は、まあ、カートコバーンでしょうね、はい、狙ったのではなく、強烈ではなく、カートコバーンです問題はカートコバーンを、ね、多分これはね、どっから音出るんですか。あ、このプリセットトーンみたいなやつがあれになってるな、マスターボリューム整う。ああ、で、これセレクターか。トーンかな？ローカットみたいなやつかな？そうですね、多いよ、多いですね、うん、ちょっとあっさりめかな音は。そうですね、やっぱなんかトレモロとかがあれなんですかね、影響してるんですかね、そのまあね、接点がなんかこう特殊なんでね、うんうんうん、まあこれもグッドデザイン賞じゃないですか、いわゆる。そうです ね, ね、はい、うん、グランジオルタナファンはおっと一言言ってくれるであろう、うん、パッと見でわかりますからね、パッと見でね、はい、うん、カートだろうってね、なかなか愛を感じる。そうですね、うん、でも完コピーとかじゃなくてね、うん、そのオリジナリティーなんかね、ジャンルのこうなんかイメージを詰め込んであるような感じがして、はいはいはい、なかなかグッドデザイン、グッドデザイン、グッドデザイン、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、はいはい、続きましてこちらはですね、バ、はい、ードランド賞よっくんギター様の作品、飛ばねえ豚はただの豚だ、弾いてみな飛ぶぞっていう作品ですね、力、はい、さんの名言そうです ね, はい、重ねてますけど、オマージュして豚、なぜかというとこのですね、はい、ピグノーズ
そうなんです。もともとピグノーズなんです。このね、ノブ残してあるからね。はい。豚っ鼻のね。それをヘッドレス化して、アンプとマルチエフェクトを入れたっていう。やばいね。魔改造ですよね。ミニアンプ、ここにスピーカーついててね。はい。ステレオなんですよね。2つあるもん、ちゃんと。ミニスピーカー。見えてるよ、ちょっと基板が。すごいっすよね。うん。でデジゾーみたいなやつかな、これは。そうですね。だから普通の音が最初から出なくてさ、はい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 、あ、ファーフレットだうわぁ、なるほどね。で、これでバンク変えられるんだよね。はいはいはい、そうですね、ミニスイッチで。そこここにあるのいいね。これは面白いですよ。面白いですね。メタル系のそうですねプレセントが入っておりますが、いや、なかなか面白い、はい、マルチエフェクト搭載のヘッドレスでアンプ入っててっていう、まあ、万能ミニギターみたいな。そうですね、これ1本でもいけるし、アンプつないでも全然いけるっていう。で、見た目はかっこいいっていうね、はい、だからグッドデザイン、はい、そしてグッド多機能、多機能、はい、そうです。まあ、改造のなんか極みみたいな感じで。そうですね、本当にいろんなところを改造してますから、うん、ヘッドぶたぎてね、はい、ネック別で用意したのかな。そうなんですかね、でもそんな感じもしますよね。ね、うん、すごいっすよね。なかなか面白いというか、あの気合が入ってるなですねっていう感じでね、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、こちらはですね、はい、ソリッドボンド賞を受賞されました、はいはいはい、RK 様の作品、鬼なりグレマル。鬼なりグレマル、はい、ツルピカハゲマル同じところですが、そうですね、そういうノリなのかな。グレッチをめちゃくちゃに改造したという。だって裏がもうすごいっすよね。鉄板張ってますよ。鉄板でございますよ。重い。重いっす、うん、アンプ内蔵プラスエフェクターとかも入ってると思う。はい、いや、なかなかサイボーグ化されたグレッチです面白い。これどうやって音立てたんだろうね。俺も分かんないです。この前のほら受賞動画でもさ、はいはいはい、フリーダムの深野さんと秋間さんが2人がかりでもうなかなか難しいっていう僕らに攻略できるのかと。はい、ボリュームゲインマスターコレです。お、なに？お、今こっから出してます。なるほどね。いや、もうわかんねえわ。あ、でも普通の音は出てる今。そう。うん、なかなか。おめでとうございます。
かったら多分そうですね、いろんな音作れるんだろうなと思います、はい、ちょっと今この短時間ではちょっと攻略しきれませんでしたが、ね、はい、はい、まあ改造ギターはこれでいいぞと、はい、もう改造ギターなんか突き詰めたらもう初見殺し、そうですね、いいと思います、うん、面白い、はい、これで OK、 あとすごいね、すごい頑張ったんだろうな、うん、100V 入ってますからね、そうです、はいはいはい、グッドです、はい、おめでとうございます、はい、もうちょっと弾いてみたいです、ね、続きまして、はい、こちらバークス賞を受賞されました、はい、行き過ぎた DIY 様の作品ですね、アイアン V、 行き過ぎた DIY さん、はい、はい、エフェクターも受賞されてましたね、そうですね、重いぞ、めちゃくちゃ重いっす、これ鉄の V、 アイアン V いやこれはなかなかバークスさんの記事ね見ていただくと、そうですね、黒が見えると思うんですけども、はい、鉄でできてますと、ネックもね四角です、これやばいね、四角ネックでやばいっすよマジで、でパーツはねこれアクリルに貼ってって感じで、はい、なんとか鉄感を減らさずにね、木に頼らずにやっているという感じですけどもこれ光るんだよね、光ります、うん、 LED が仕込まれて、そうそうそう、このテープ LED がね貼ってあるんですよ、はい、はい、これ5050チップって言います、あ、そうなんですか、はい、僕昔やってたんで、フットの後藤さんのね、はいはい、いた時に散々やりましたんで、ノイズ対策も僕できます、いろいろやったんでこれはすごいよ、重いですね、なかなか重いですよ、うん、足うっ血しますよ、ね、右足を犠牲にしながら弾く感じですねこう改造ギターの面白いところはこういうね、まあ、さっきからもそうですけどね、はい、僕らも振り回されるんですよねそうですね、楽器たちにね、はい、そこが面白い、うん、そこが醍醐味だなと、普段なかなかないですからね、そう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 お、俺初めて触りますけどこれね、やっぱタイトだね、これシェイクで弾くとアザになるサイポジがないから、はい、見ないから、ね、しかもトップもあれですか、ね、トップは穴開けたですから、ポジションマークおしゃれだね、おしゃれですじゃできないですからね、そう、ね、まあ、やっぱ鉄のねこう荒削りな感じが生々しく出てて、うん、いかにも改造ギターコンテストに向いてるような感じ、ね、いかにもやったぞっていう感じがしますのでね、これは相当な苦労があったと思います、これは DIY が行き過ぎてますね行き過ぎてますねこれは、でも勉強になるわ、こういう音するんだね、鉄 で、ね、オール鉄で作るとねちょっと修行が必要ですわ、はい、これを引きこなすにはというわけでバークス賞ね、はい、はい、記事も上がっておりますので、はい、ぜひチェックしてください、おめでとうございます、いやおめでとうございます、重い、続きましてはこちらですね、はい、ネクストトーンギタートレーディング賞を受賞されました西脇和弘様の作品、畳の漢字型エレキギター、畳って漢字ですね、アイアン V より重いよこれはなんだっけ、 10キロだっけ、10キロぐらいは確かに、もうだって画角に入んないもん、入ってないです、これもう下もう半分ぐらいありますから、ね、畳の漢字の形になってるんで一応持ち上げときますよいしょ、ここまでありますわ、はい、出てきますこれもう縦弾きコンバスみたいなやつです、立って弾けないよここが無理だよ、これが限界でしょ、そうですね、座ったら、まだそれ音はね驚くことに普通ですよね、普通です、まあ中にこれまんま入ってるよねこれね、まんま入ってそうですね、うん、この感じ配置といいね、はい、だから多分ねフェルの音なんですよ音はでもこんだけ質量が増えれば影響はあるはずなんだけど、はいはい、そうですね、でもこうしてる分にはそんなに感じないかな、思ったよりフェルの音しますよね、違和感すごい、すごいね、すごい、畳ね、畳です、畳職人さんが作ったということで、ね、そうです、はい、畳の感じエレキギター、はい、まあこれはちょっと今回怪物でしたね、ですね、物議を醸しましたね、大きさも何もかもが怪物でしたね、ツイッターでもすごい反響あったすごいですよこれ、畳ですね、こんなのも来ちゃうのが、はい、怪物ギターコンテストでございます、ね、はい、ありがとうございます、おめでとうございます、
続きましてこちらですね、はい、菊谷ミュージックショー鉄オタノア様の作品、はいはい、アンモナイトギターアンモナイトですよ、はい、アンモナイトがここにドーンとピックガードでね、うん、なってついてますよこれだけかと思いきや、はい、本物が化石入って化石やすごいよねそうですよねねえいや軽いよボディがさっきは重かったから最高に軽いんじゃないですかルーブメーカーですし軽いですわおおああおー弾きやすいですわコントロールも変わってるよね多分変わってます実用的になってるねそうなんですよツーハムでこのストップテールピースに、はい、ツーハムじゃないよねそもそもメロディーメーカーはツーハムではないですねだよねメロディーメーカーレスポールっていうのはハムが付いてたりはするんですけど、はい、これは本来違うよね本来違うと思いますでちょっとグレードアップじゃないけどもそうです、ね、メロディーメーカーとしてのその廉価のスペックというよりかはちょっとレスポールに近づけた感じだよねそこもねちゃんとそのサウンド的なところでも多分考えてるのとアンモナイトですわそうですね特徴の一つアンモナイト最高だよねいいですよねモロッコでよく取れんのよそうなんですかモロッコサッカーってすごいよねモロッコ強いです強いこれはデザイン賞なんですかこれデザイン賞これはデザインだグッドデザイン賞めちゃくちゃ面白いだって埋め込むなんて思いつかないですつかないですよなかなか化石好きだけどさ俺、はい、これをギターに埋め込もうと思ったことないですよ今だからアンモナイトってのがまたいいのかもしれないですねうんバランス的にまあ三葉虫入れてもいいのかもしれない確かに三葉虫もありか三葉虫がポコって頭だけこう出てるとかもやばいよねまあでもこう引きで見てもアンモナイトって分かるからねそうですねでこう黒一色ってとこにこうやってねこう散りばめられてこう色入ってるのとかもね、はい、なかなか全体的に芸術点高いんじゃないですか、うん、ギブソンのキンデカールともマッチングがいいからねそうですね、うん、総合点でこれはグッドデザインしグッドデザインです、うんグッド、はい、おめでとうございますおめでとうございます続きましてはいこちらですねフリーダムカスタムギターリサーチ賞、うん、ソルティギターズ様の作品、はい、自家製トレモロのせ玉虫色レスポールソルティギターズさん、はい、今回も受賞さらに今回もフリーダム賞深野さんのセンスを刺激するんだろうねそうですね、うん、多分合うんじゃないですかあのねやっぱほらフリーダム賞はいつも深野さんがねその作りというかそのどっかのねシステムに操作するんですね、はい、そこに対してねソルティさん毎回ね発明持ってくるんですよそうですね今回はねこういう深野さんが動画でも話していらっしゃいましたがこのテレビース、はい、これがね自家製トレモロです、ね、自家製トレモロこのバネがこっち向きに出てるっていうねすごいって言ってましたよね表にこういうバネがついてるのってさ、うん、テスコであったねはいはいはい、はい、トレモロスプリングみたいなやつがさありがどんな感じですかね元はギブソンねはいおおあらあらダイレクトですよこれぱっと見板羽みたいなねスペースの取り方だけどあのねダイナミックビブラートみたいな感じモスタングですよすごいねあ、面白いやダイレクトですこんな感じなんだよく考えたね、これすごいね、すごいっすね発明だねレスポールの上に乗ってるビブラートシステムで、こんな下がるのない、はいアーミングだもんね。そうですね。ねえ、ビグスビーも板バネもこんなんならないよ。すごいね。これを
発明しました。考えたね。あれでしょ、ドアについてるさ、蝶使いだっけ。そうですね、これね、それを使って L 字にバネを固定して、はい、いや、よく考えたね、これ。これはもうアイデアというよりも発明賞で、純粋にね、この玉虫色レスポールって言ってますけどね、はい、塗装もなんかガチってますな、うん、色がかっこいい、綺麗ですね、はい、これはまあ改造としてね、こう、そうですね、レベルの高いところで、はい、評価できるなと思いますね。受賞おめでとうございます、はい、おめでとうございます。続きまして、こちらスタジオペンタ賞受賞されました万年初心者様の作品、ビッグスタック剥製ですわ。なかなかこのアングルギターじゃ見ないです。迫力ありますよ怖え普通に怖い。角が生えてます。ストップバーに角がついてますペンタさんはね、はい、インパクトで選びましたとのことで、うん、まあインパクトだったらこれですよね。これ揺れてますよ、だって。あ、怖いねこれそうですね、ちょっと紐で今固定させていただいてるんですけど。あ、紐でね、はい、ちょっとこれうちでやってんのね。そうです、そうです、念のためね。念のため。これさ、ビブラートになってるのね。そうですね、骨がちょっと引っかかってんだよね。はい、弦にね。4弦と3弦ですかね。うん、まあ、元はこのバースカーズですか。はい、まあ廉価ブランドのレスポールカスタムタイプ、うん、まあ角が弦に引っかかると。そうですね、だからああ、ちょっと揺れてますね。揺れてますね。むずい。むずいけど、角が揺れるだけでちょっと、そうですね、ちょっと揺れる。揺らぎがあります。これね、下げすぎるとね、はい、刺し根が途切れちゃうね。あなるほど。お見つけたというわけで、はい、これも改造だという ね、 そうですね、これでもいいんだぞっていう勇気を与えてくれる、はい、いいテーマですね、はい、角を使ってみたかったんだろうねっていう感じ、ね、です。それはこんなのあったら使ってみたくなるよねでもなかなか発想しないですよねこれやっぱり。これもね、アイデアご利用し賞ですね、はいはい、はい。ちょっと気をつけて、そうです、ね、丁重に扱わないと、はい、骨が折れてしまうので怖いです。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。続きましてはこちら、はい、ギターマガジン賞、はい、イガーポップ様の作品ですね。 EC 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 いいでしょう、言って、はい、エリック・クラプトン。正解でございますでしょうね、はい、これはね、パッと見気づかなかったんだけど、うん、そうなんですよ。あ、あれ、あ、そっかっていうね。そう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 、まあ、まずボディがエクスプローラーの EC カット、ここバッとぶった切ったやつですね、はい、ここがないやつね、うん、EC カットってまあクラフトのやつですよ。そうです。でボルトオンで、はい、ストラトのネックが刺さってると、はい、でストラトのコントロールになってると、はい、ボディ黒だと、はい、ブラッキー、はい、そういうことです。これグッドですね。これよく考えましたよ、ね、いい混ぜ方だよね、うん、ブラッキーと EC のエクスプローラー混ぜてあるといった感じですかね、はい、これすごいですよ。どうやって合わせたんだろうね、ボディと。そうですよね、しかもこれ1週間で作ったんですよエクスプローラーのデタッチャブルボディがあったってこと、もともとになるんですかね。ね、多分そうですね。まあ、なんか廉価ブランドのコピーも、ね、たまにあるからね、はい、うん、そういうのを組み合わせたのかな。はいはいはいこんな感じなんだ。ハードテイルなんですよ。そうそう、それものじゃないから、まあ、多分エクスプローラーの後ろを探るのとか大変だから確かに、ね、多分その時間的な制約もあったんでしょうけど、はいはいはい、だからか、結構アタッキーな、うん、ボディ材何なんだろうね、これ。そうですね、うん、軽いですか。軽いよ。あ、軽い、うん、軽い本当に軽かった。軽い、マホガニじゃないかもな。もですね、こんな感じ。そういう、まあこれは見た目だね。アイディアもすごいですし、
まあ、なかなかこうステージ映えもするんじゃないですか。ですね、うん、なんだあれって EC カットで、このストラトまんまのガードっていうのがね、そうですね、これあえてこのね改造ギターっぽくしてるポイントかもしれないですね。はい、ここをなじませるように変形させるんじゃなくて、そのまんまストラトのピックガードに行くっていうのが、はい、なかなかこうこのコンテストっぽくグッドなポイントだと。そうですね、なかなかグッドですね、これ。はい、デザインが面白くて、面白いですね、面白いっていう、ユニーク、ちょっと面白さとかっこよさが同居してる感じがね。そうですね、ありますね。はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ということで最後になります。はい、はい、こちらはグランプリを受賞されましたコッパー D 様の作品、強風により路線変更になりますね。我らがグランプリでございます。はい、これですよ。そうですね、今年のグランプリは。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。まあ、あのこの前の動画で散々外見とか構造とかには褒めちぎったんで、ね、ぶっぶった切ってるというか、まあ、ぶった切られちゃった。落として割れちゃったというね。はい。はい、これを、無理やりこう金具で止め、プリキャスとして完成させちゃった。はい。このもうパーツつけちゃった。はい。この金具にね。はい。グッドですね。グッドです。グッドデザイン賞。そしてグッドアイデア。そして、こう逆境という点でね。はい、グッドですね。グッドな根性。根性、グッド根性。グッドな根性。じゃあ、果たしてことはどうなのか。いや、どうなんですかね。うわぁ、テレキャスだ。そう、テレキャスです。あ、ちょっとね、開いてからさ、ちょっと、ちょっとね、幅が、いや、ちょっとだけど、でも、こうした感じ、ちょっと違うかも。へぇー、やっぱそうなんだ。あ、ちょっと違うよ。わお、コントロール含め、はい、シンプルさは今回の受賞作品で一番なんですよ。そうですね、確かに。はい、だからパッと弾いた感じすごくシンプルでございます。あの、ぶった切れてからさすがにここロスしてるねとかないよ。ないですね、音は別に、うん、もちろん貼ってある状態と貼ってない状態じゃ音は違うんだけども、うん、ただここが割れてない状態の音を俺らは知らないから、はい、まあね、もう何とも言えないんですけど現状出てる音はね、カリンとしてかっこいいですよ。リア一発ってのもなかなか男らしく、そうですね、うん、潔くロックしかできないようにって言ってたんで、うん、いいですね、その通りになってるんじゃないかな。ピックアップもブリッジもちょっとシャレたの使ってますね、これ。普通のではないっていうね、これが、はい、T シャーキのグランプリ、はい、第4回改造ギターコンテストのグランプリ作品、ね、グランプリ作品、うん、はい、まあ14作品ですか。はい、まあ色とりどり、色とりどり、いろんなポイント、うん、いろんなところでの評価。そうですね、無限大ですよ、可能性は無限大です。でも次参加したい人、はい、この動画を見て、あ、こういうのじゃないとやっぱ無理なんだとかないじゃん。ないですね。そこはだからね、皆さんこう勇気を持ってほしいというか、はい、安心してほしいですね。そうですね、第5回第6回ってやっていきたいです、はい、今後。そうですね、その上で改造ギターコンテストがね、いろんな作品、いろんな人が参加しやすくと思って、はい、いろんな作品が受賞できるように協賛各社さんもね、はい、ご協力いただいてやっておりますので、こんな面白い作品、こんなすごい作品、こんなのも、あ、これでもいいんだ、そう思っていただければ、はい、もうどの作品もいろんな魅力があって楽しかった。そうですね、10人十色ですね、本当に。今音出したけど、はい、別に音で評価ですがないし。そうですね、本当に音で評価し始めたらね、もうだって変わってきちゃうよね。そうです、いろいろ変わってきちゃうよね。ね、その TC 楽器がやる改造ギターコンテストの趣旨からちょっと外れちゃうんで、いいですね。でもあえてでも弾いてリアクションっていうのは今回やってみましたが、そうですね、皆さんこう自由でユニークな発想で、面白い自由な発想で、はい、参加していただければと思うので、はい、まず第4回、皆様おめでとうございました。おめでとうございます。で、注目していただいた皆様、参加していただいた皆様、はい、協賛学者さんだった、皆様ですね、ありがとうございます。ありがとうございます。申し上げます。はい、おかげさまで大にぎわい、大好評でございました。はい、来年は多分改造エフェクターかな、またですかね、第2回やれればいいな。はい、だから改造ギターは2年に一度、そうです、2年後にお会いしましょう。2年後に、はい、お会いしましょう。お会いしましょう。はい、だからそれを見越してね、そうです、あのがっつり行きたい人はもう準備してもらっていいんで、はい、今から今からそうね、練ってもらって、うん、それでも1週間でやったやつがねじ込んでくるからね。そうです、そうです、もう分かんないですよ、途中で壊れちゃったやつがねじ込んでくるかもしれない。本当に分かんないです。どうなるか分かんないので、毎回楽しみにしてます。はい、ね、はい、まあこれを通してね、改造やらない方もね、あの見て楽しんでいただけると思います。
という感じで、はい、ございました、はい、楽しんでいただければ幸いです、はい、じゃあまたこういう機会にお会いしましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。TC 楽器では通販の場合でも6日間のお試し期間がございます。どうぞお気軽にご利用ください。